小倉慶さんは銀行員とアーティストの二刀流として活動する傍ら、美空ひばりさんの愛さんさんなど多くの作品を世に送り出しました。一方で健康面では順調にいかないことが多く、手術上の引退を決めて生前葬コンサートをしたり、胃がんの治療では驚くべき副作用があったことでも話題になっているそうです。今回の記事では小倉さんの引退理由や体調面の話題、2024年現在などについて見ていきましょう。小倉慶のプロフィール、本名神田浩二、神田浩二、出身地東京都。生年月日、1944年1月18日。主な作品、愛さんさん、さらば青春、など多数。目次、小倉慶の引退理由は体力の衰えだった。胃がんの治療で糖尿病も改善した。小倉慶は現在、2024、も歌手活動を継続。小倉慶の生前葬コンサートがすごかった。小倉慶の引退理由は体力の衰えだった。まずは数々の作品を世に送り出した小倉慶さんの引退理由について見ていきます。2021年秋、芸能生活50周年を記念したツアー予定、もういいかい、をもって音楽活動から引退することが報じられ、ファンや関係者に大きな衝撃を与えました。そこで気になるのは芸能界を引退する理由です。これについて小倉さんは、疲れてしまった。体力も筋力もなくなったと体力面の衰えを挙げています。歌声についても年齢を重ねたことで高い声が出にくくなったらしく、自分の昔の音源を聞いては、良い声してるなぁと感じる日々だったそうです。一方、自分自身では引退という言葉を使っていないとしており、ツアー終了後も小規模な会場でのライブやイベントへのゲスト出演などを継続していました。年齢的にも体力的にも現役のアーティストとしてのフル活動が困難になったこと、一区切りをつけるツアーを開催したことが、引退、と報じられたのかもしれません。その点を踏まえると、小倉さんの引退は芸能活動全般ではなく、大規模なツアーや大きな会場での音楽活動からの引退、と表現した方が良いでしょうね。胃がんの治療で糖尿病も改善した。こちらの項目では小倉慶さんの病気について見ていくことにしましょう。2001年、全国コンサートツアーを終えた小倉さんは2泊3日の人間ドックを受け、そこで初期の胃がんであることが判明しました。以前から相当な病院嫌いだったそうですが、国立看護大学校、東京都の校歌作りを頼まれたことで関係者と知り合い、その人から勧められて検査を受けることになったそうです。仮に効果作りを依頼されていなかったら、発見が遅れて大変なことになっていたかもしれませんね。小倉さんは胃がんの手術で胃の4分の3を切除してしまいましたが、それによって食欲が減って小食になり、結果として暴飲暴食が収まって持病の糖尿病も大幅に改善されたそうです。胃がんや糖尿病を抱える全員が同じような効果が出るとは限らないので、早期発見から術後に至るまで幸運の連続だったと言えるでしょうね。小倉慶は現在、2024、も歌手活動を継続。この項目では大規模な音楽活動から事実上の引退をした小倉慶さんの2024年現在を見ていきます。2023年1月、ファイナルコンサートツアー予定、もういいかいを終えて音楽活動に一区切りをつけ、現在は以前から続けている、歌紡ぎの会の全国公演を開催中です。
高齢や体力的な衰えを抱えながらも、歌うことを続けている姿勢には頭が下がりますね。小倉さんの活動は紹介した、歌紡ぎの会だけにとどまらず、各地の単発ライブやラジオ、ハウス食品グループ主催の、母に感謝のコンサートなどにも出演。とても活動に一区切りをつけた人とは思えないほどの活躍ぶりです。それだけ体の調子と歌い続けるモチベーションが維持できているということでしょうね。他にも、歌う漫画家、荒木千恵さんにイベントを持ちかけるなど新たなコラボにも精力的です。普通であればゆっくりとした隠居生活に入る年齢ではありますが、小倉さんの場合は衰えることなく進化を続けていることに感動すら覚えてしまいます。これから先、どのようなパフォーマンスを見せてくれるのか目が離せませんね。小倉慶の生前葬コンサートがすごかった。最後に小倉慶さんが開催した伝説の生前葬コンサートについて見ておきましょう。2014年9月、小倉さんは NHK ホール渋谷区で4日間に及ぶ生前葬コンサートを開催し、70歳でありながら毎日違う曲で全100曲を歌い切るという大変な公演をやりきりました。年齢的な負担もさることながら、これまでに作った2000曲以上の楽曲から100曲を選んで披露したという話の方がすごいかもしれません。しかも、100曲それぞれの曲にエッセイを付け加えたこと、通常は2日間しか貸してくれない NHK ホールを4日曲がりた話など生前葬の随所に伝説が散りばめられています。4日間の公演が終わった小倉さんは感慨に浸りつつも、いつもの口調で、生前葬コンサート、翌日に死んでいれば、一番良かったんだろうけどねと笑わせていました。ちなみに、生前葬コンサートを企画した理由はネタや興行的なものではなく、妻に葬式を挙げる煩わしさを味わわせたくないという優しさが根底にあったそうです。生前葬コンサート関連で面白いところは、翌年には、余生あるいは一周期コンサートを、2024年3月には、計らずも生き延びすぎて葬式50年を開催したことでしょう。ネット上の一部では不謹慎だとの声があるものの、多くは小倉さんらしいひょうひょうとしたスタイルと、独特の人生観や死生観が現れていると受け止めていました。年齢を重ねると心身のコンディションをキープすることが難しくなってきますが、これから先も葬式後15年、葬式後20年と数字を伸ばしていってほしいですね。